プロポフォールは全身麻酔や鎮静剤に用いられる化合物である。商品名ディプリバンでアストラゼネカから発売され、後発医薬品も出ている。医薬品医療機器等法における劇薬、週刊性医薬品、処方箋医薬品である。2009年マイケル・ジャクソンの死につながった原因医薬剤の一つ。日本では2014年の東京女子医大事件にて、 子供が死亡した原因薬剤となった。1973年、イギリスの獣医師ジョン・ビーグレンを中心に全身麻酔用剤として開発に着手。1986年、イギリスで全身麻酔の導入及び維持の効能、効果で承認され、同年からディプリバンとして販売された。1989年にはアメリカで承認された。日本では、 1988年に臨床試験が開始され、1995年に全身麻酔の導入及び維持の効能、効果で承認された。また、1999年には集中治療における人工呼吸中の鎮静の効能、効果が追加承認された。無色から、ほの黄色透明の液体で、使用性であり、エタノール、ジエチルエーテル、 ヘキサンなど有機溶媒にはよく溶けるが、水にはほとんど溶けない。ガバー受容体作用とムラ受容体抑制作用がある。麻酔効果は主にガバー受容体作動作用によると考えられる。ガバー受容体作動薬には、この他に、バルビツール酸系やベンゾジアゼピンがある。日本国内で販売されている、プロポフォール製剤の例プロポフォールの主な用途は、医療における、 鎮静薬としての使用である。プロポフォールの持つ中枢神経抑制作用を利用し、全身麻酔の導入、維持に用いられる。また、集中治療における人工呼吸時の鎮静にも頻用される。プロポフォール自体は蒸気のように水に溶解しないので、販売されているプロポフォール製剤は脂肪製剤を乳化剤としたエマルジョンの形を取っている。投与経路は、 点滴からの静脈内注入である。投与開始後速やかに作用が発現し、投与された患者は数十秒で意識を失う。また、投与を中止した場合、それまでの投与速度、投与時間にもよるが、通常10分前後で患者の意識が回復し、刺激に応じて開眼する。心臓及び血管系に対して抑制効果を有するため過剰に投与した場合、心拍数、 血圧の低下を招く。呼吸抑制作用があり、呼吸が不十分に、あるいは停止することがあり、十分な監視下で使用されなければならない。注入時の血管痛が報告されており、注入に伴い注入部位周辺に疼痛を覚えることがある。小児に対する使用法は確立していない。胎盤移行性があり、妊婦には使用してはいけない。また、母乳移行性があるため、 授乳婦へ投与する場合は、授乳を中止する必要がある。プラスチック製品中の化学物質の溶出が指摘されている。味方合戦や点滴の器具には、プロポホールに対応したものを使用する。脂肪製剤は、栄養価が高く細菌が繁殖しやすいため、保存する際は冷蔵保存するなど、製剤の汚染には十分注意しなければならない。臨床試験の条件での副作用。 プロポフォールを高容量で長期間使用し続けると、プロポフォール症候群、またはプロポフォール注入症候群と呼ばれる病態が出現する。代謝性アシドーシスに始まり、オーモンス自由解消、高カリウム血症、ミオグロビン尿症、治療抵抗性除脈、急性心不全を伴う心筋症、肝臓肥大、脂肪期も、高脂血症などが増発し、死亡に至る。 ミトコンドリア障害により、有利脂肪酸の代謝不全が起こることが原因であると考えられる。条件不明の猿への試験では、バルビタール身体依存への交差能、弱い身体依存系性能、明らかな強化効果が見られた。マウスへの静脈内投与が以下。ありがとうございます。